どうも、ゆっくり霊夢格好プ主です。マリサだぜ。前回は、浦上家攻める目標で準備をしていったね。結果的には戦力補強を優先しつつ池攻めに変更、甲状腺には勝利したがまさかの左近東洋拒否、友乗り討ち取りと散々だったんだぜ。しかも兵が出払ってる隙狙って周辺から総攻撃、なんともハイリスクローリターンの結果となってしまった。まあ今まで順調すぎたしこれくらい窮地が訪れてくれた方が私的には楽しくていいんだけど。それじゃあ状況確認と今回の作戦考えていくよ。前回は筒井城甲状腺勝利して終わったんだったな。織田家は岸和田城を全力で攻めてる最中、そして現状攻められてる城は洲本城に本願寺家、蘇郷城に浦上家、毛利家連合軍、川之江城に河野家だよ。それぞれ攻められてる城には主力配置してるから捕縛からの処断が一番最悪な展開だな。蘇郷城には孫一さんと貞雄さん配置してるしなんとか無事で戻ってきてほしいところ。一応陥落させないように計画はするんだけどね。まずは洲本城攻めてる本願寺家の対応。筒井城から機械から騎乗組と石山ごぼう攻撃組に分けていくんだぜ。石山ごぼうに攻めることで騎乗させようって狙いだよ。一応兵糧残り具合も加味して工場組は選出してるんだぜ。そして蘇郷城には織田家援軍と白地城からの援軍部隊。ここはなんとか時間稼ぎしてもらって騎乗組の援軍を待っていくんだぜ。川之江城に関しても同じだよ。浦上家と停戦交渉できるがおそらく織田家との婚姻関係破棄しろとか言われそうだな。最悪今攻められてる城全部失ってもいい覚悟はしてるよ。元よりそのリスク背負って筒井家に攻めたわけだし。それじゃあどうなるかわからないが防衛やっていくか。不覚を取った我が志は残る。まさかの近重さんが討ち死に。早速犠牲者が出てしまったか。こうなったら蘇郷城はだいぶきつそうだ。でもよく考えたら近重さん行っちまったから城主は加えて貞雄さん蘇郷城から脱出成功。主力全ロスの可能性は消せれたな。時間進めていってるけど想像以上に機内からの騎乗が時間かかってる。そして洲本城攻めてる石山ごぼう本隊は甲状組に目もくれず洲本城到着。これ騎乗後部隊向かわせて防衛しようと思ったけど間に合わなさそうだ。そうなると下手に防衛、奪還に向かわせるよりしっかり回復した上で奪還しに行った方がいいんじゃないかな。うん、そうしようと思う。とにかく捕縛されないことを祈る。織田家が岸和田城の甲状腺勝利したみたいだ。この城、新しき世を呼ぶ風よ。赤い風やっぱかっこいい。ついでに同盟国の敵部隊とかも異風範囲吹き飛ばしてくれたらいいのにな。城を奪われようとは。川の江城陥落。無事生還。今はこの城を預けましょう。洲本城陥落。無事生還。洲本城陥落したし工場組も騎乗させるよ。おっと、なぜか石山ごぼうの軍でスタックしてしまってる。壊滅で討ち取り発生しなければいいんだが。この城はもうダメか。蘇郷城陥落。無事生還。あとは甲状組の帰還を祈るのみ。不覚だな。無事全員帰還。あれ、もしかして被害近重さんだけ。まさかの援軍側が被害出したという。まあでもそのおかげで貞雄さん助かったかもしれないから感謝しておこう。これで一通り失うものを失ったからここからは攻めていく番だよ。まずは川之江城から奪還していく。だいぶ回復できたからな。それに最悪元近さんだけでも制圧できてしまいそうだ。あの城およそ7000で川之江城に出陣。ようやく集金終わって官職もらえた。これで制度改新の星上げができそうなんだぜ。ついでに払った以上にお金ももらえた。貞雄さんと途中合流して川之江城攻め。戦の始まりぞ。川之江城の戦い。さすがに能力負けもしないし混乱なくても正面から潰せそうだ。さすが主力二人。でかいきなり浮竹に変わってるし、気づかなかったな。攻め落としたり。川之江城奪還。敵将軍。
縄をかけよ。城主はお市さんに任せよう。ありがたき幸せ。国衆も帰ったし騎乗するよ。軍奪還されてしまうが後で制圧し直すんだぜ。てかいつの間にか制度改新に切れてるじゃん。工場戦想定の織田家の兵力だから恐ろしいことになってるな。むしろラストワンが洲本城になるから被害ほぼなかったし、ありがたいまであったかも。洲本城は兵力も耐久値も少ないから元木家さん単体で攻めてもらうよ。本拠地が一番回復早いから他の城はその間回復させていくんだぜ。兵糧少しでも節約するために兵力調整もしておくよ。石山御坊があっという間に陥落して本拠地が洲本城に。攻め落としたり。洲本城制圧。これで剣女が東洋成功するかどうか。敵将捕らえたり。剣女さんゲット。お断りいたす。解放しても問題なさそうだし解放で。礼を申し上げる。洲本城城主は剣女さん。洲本城なら割と岡山も近いからこれからの戦いに参戦できると思うんだぜ。現状浮田家が独立した天御家を狙ってる模様。ここからどうするんだ。蘇合城奪還してそのまま岡山に進行かな。てか蘇合城制圧すれば一応元通りになるのか。そう、意外と奪還が簡単だったよ。さすが元地下だな。何事が起きたのか。浮田家は天御家に夢中だから今のうちに蘇合城攻めていこうと思う。さすがに毛利家からの援軍も来るだろうし途中で合流していくんだぜ。政策も組頭増えてきたし滅臭と迷ったけど制度改新を先に星上げしていく。浮田家もうちも4部隊ずつ。小マップでのガチンコ勝負になりそうだ。兵を奮い立て戦ぞ。蘇合城の戦い。兵力差はおよそ1万。相手に部隊も部城主だから余裕だよ。多少被害出たけど全然許容範囲。小マップは仕方ないからな。我が名を天下に鳴り響かせよ。軍制圧時短。そんなことがまさか。これで浮田家の城は全部同様状態になったんだぜ。さあ次はおらぬか。国衆向かってきてるけど関係なし。攻め落としたり。蘇合城奪還。縄についていただこう。貴殿を。ここでまさかの来将ゲット。向かってきてる国衆は貞院さんと元地下さんで対処してもらうよ。速攻で騎乗したな。蘇合城城主はまた孫一さん。今度こそ奪われないんだぜ。兵力回復したらすぐに岡山城狙っていくよ。あ、重友さん顔ぐら変わってる。無印では水色の服着てたような気が。貞悠さんが昇進したから鈴木家の固有政策が使えるように。近貞は寿命前出し外れてもらったんだぜ。これで砲術百科ができるね。ぜひとも資金に余裕ができたら砲術指南と合わせたいところ。てか天御家毛利家に滅ぼされてるし。織田家は武田家と戦闘始めたみたいだ。岡山城攻めようと思ってたんだけど、できれば制度改新に発令してくれてから攻める方が一気に制圧できて楽だから先に三好家攻めていこうと思う。元地下の兵力回復次第最低限の部隊で工場戦挑んでいくんだぜ。何事か。天霧城工場戦。兵力差はおよそ3倍強。これなら予定通り元地下さんのゴリ押しで勝てそうだ。そこまで能力高い武将いないしな。あっぷね。苦戦したというより城門と本丸やぐらでめっちゃ削られたんだぜ。普段立花家でやってる方だけどいざ攻めるとなったらかなり凶悪だわ。我が名を天下に鳴り響かせよ。まさか。この城は我らが頂戴した。天霧城制圧。これで三村家とも隣接なんだぜ。予定ではこちらも兵力多くなってるし攻めてこないはずなんだけどね。お使いしよう。貴殿にはお使いできない。
三好家に主力級はいなかったし全開放で問題なさそうだ。ご恩は忘れませぬ。だいぶ人も多くなってきたね。天霧城城主は近吉さん、決起も近思うほど川之江城では問題起こしてたから今回はおとなしかったらいいんだが、残念ながら浮竹は制度改新に発令してないみたい。岡山城を攻略目標に準備していくんだぜ。天神山城まで制圧して神月城で甲状腺かそのまま三村家に流れていくのもいいかもしれない。結局岡山城制圧しても三村家にすぐに奪還される可能性があるからな。そごう城兵力が少ないから多少資金に余裕あるし手動で建築。ここで鈴木家の固有政策発令。他にも海上輸送、当時両方発令してるんだぜ。城を攻めます。準備完了。岡山城に攻めていくよ。毛利家の援軍も向かってきそうなんだぜ。毛利家の援軍はまだ来てないみたい。浮竹は5部隊集まってるんだぜ。出ていく前の引き止めとかあるのか。大一の軍を所望してるぞ。オッケーオッケー、あったら渡すね。全然信用ならんな。なんか浮竹と謎の鬼ごっこ始まったんだが、なんで城主部隊まで出て鬼ごっこしてるんだ。ガラ空きだしすぐに制圧できそう。ただある程度掌握状態も残したいからもう少し進んでから合戦に持ち込むよ。ちょうど毛利家の援軍も向かってきてるしな。毛利家の援軍は元春さん。厄介だが分割できたのがまだ救い。貞助さんいないから被害少々。ごめん、なんかまた音バグったからここから BGM 挿入。最近録画ソフトの調子が悪いんだぜ。弓マップじゃなかったけど余裕の勝利。これもう結構脳筋で突っ込んでいっても勝てるかもな。おお、弱なのに結構広い。まさかの天神山城全方位。同時に天神山城も攻めようかと思ったけど、速攻で制圧して備中高松城に攻めることにした。三村家の兵力奪っておきたいからな。毛利家の援軍も消滅。浮竹は動けないしやりたい放題できそうなんだぜ。最後に兵力確認。だいぶ上位に食い込んできてるんだぜ。このままの勢いだと中国地方も飲み込んでいけそうだ。今回は前回の防衛処理からだったけど結果的にそんなに問題じゃなかったね。やっぱ武将が強いとリカバリーも楽だな。ってことで今回はここまで。チャンネル登録がまだの人は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくなんだぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。